はい、熊本の美里町といえば霊体橋、霊体橋もやってまいりました。なんか電光掲示板的な、なんかあれだよね、多分危険なものとかを伝えるやつだと思うんですけども、これも橋になってますね。やっぱ石橋、重要文化財霊体橋ということで、一瞬だけご紹介をしましょう。ドーン、はい、こちらが霊体橋でございます。石の積み方もね、ちょっとね、さっきとはまた違った、こう城の石垣みたいな感じになってるんですよね。いやー、久しぶりに見たけど、これも立派な橋だわ。よいしょ、はい、ちょっとだけ降りてみましょう。よいしょ、降りてみると、もちろんね、橋も渡れるようになっているんですが、下の様子もこうやって楽しむことができます。向こうに見える建物でですね、これお食事とかもできるようになっている場所になってまして、なかなか雅なところでございます。霊体橋、こっちもね、熊本来たらぜひお立ち寄りいただきたい。綺麗だね、これもね、時間帯的にもかなり綺麗な時間なんですよ。で、反対側見てもらうと、ここに地震の工事とかもいろいろあったんですけど、ここ子供たちがね、遊べるスペースというか、そんなのもありまして、割と、夏の水遊びがしたい時期に来るといいかもしれないですね。うん、霊体橋もおすすめスポットです。熊本に来たらぜひ遊びに来てください。ご説明ですね、はい、説明でした。後持ちの教育委員会がね、設置してるんですね。綺麗なトイレも設置されてます。もう橋の真横にね、休憩がてらにもいいかもしれないですね。さっき見に行った二俣橋もありますけど、美里町の石橋、全部で38の石橋があるということで、実はですね、こんな感じでお花見ができるところも結構あるんですよね。美里の友達と一緒に昔、石橋の上で、車が通れない細いね、石橋の上で桜を見ながらお花見ってしたことあるんですけど、これがまた最高です。ぜひ機会があったらやってみてください。